こんにちは、メタモン先生です。では今日はこちらのカービィのミニボトルを作りました。こちらを紹介したいと思います。はい、でこちらは今6個作ったんですけど、もっとこの種類を作りたいなと思ってるんですけど、ちょっとまだ今作ってません。でこれはレジンでまず容器を作って、その中にハーバリウムのオイルなどを入れて、ラメと入れて、この上にヒートンをつけて、でこの飾りのカービィは樹脂粘土で作って、それを貼りました。ではまず一つずつ紹介したいと思います。はい、ではこちらなんですが、これはちょっとピンクのイメージにして、中に星のラメとかピンク色のラメを入れました。でカービィもこれはおすまし顔のカービィちゃんをつけてみました。本当にこういう風にやると一応液が動くみたいになってます。はい、では次はこちらはちょっと白っぽいラメを入れてみました。でこれも一応このように中でこの液体が動くようになってます。はい、では次はこちらです。こちらは、黄色いラメとかを入れて、でこのコックさんのカービィを作って貼りました。でここの隣にはおにぎりをすごいちっちゃく作って貼りました。はい、で次はこちらの、こちらは葉っぱのついてるカービィちゃんをイメージして作りました。でこれは中にちょっとパールみたいなやつがちょっと見づらいんですが、パールみたいなものも入れてみました。はい、では次はこちらです。こちらはボムカービィをイメージして作りました。でこれはここに一応爆弾も作ってつけました。で最後にこちらのカービィちゃんはねんねカービィちゃんです。あえてこれはちょっと横にちょっとこんな感じでつけてみました。で一応こういうのなんかちょっとガラスドームみたいな感じでなんか作ってみたいなと思って作ったんですけど、まあこういう感じで作りました。一応これはちょっと難しかったなって思うのが、やっぱりこの容器を作って、で中をこの容器で閉じ込めるというか、蓋をした時にちゃんと蓋を作っていないと中のこの液が漏れてきちゃって、でいつの間にか中の液がなくなってるたりとかしちゃって、ちょっとそこが透明なんで見えないんで、なんかそこがすごい難しいなと思いました。で今まで作ったカービィちゃんで多分このボブカービィちゃんがすごい一番ちっちゃいと思います。はい、ではこんな感じでちょっと最近も暑くなってきたんで、夏っぽい作品を作りたいなと思って、このカービィちゃんたちを作りました。今なんかすごいユニクロで出てるスプラトゥーンの T シャツがすごい欲しくて、あれ多分5月の頭に出たんですけど、それを今更なんですが欲しくて、で後で見に行こうかなって思ってるんですけど、あったらいいなって感じです。多分なんかで見たんですけど、ポケモンもなんか出るんですかね、よくわかんないんですけど、なんかぜひこの星のカービィも出てほしいなと思います。
じゃあまあそんな感じで終わりにしたいと思います。では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。